スモンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガサラシとこでやっていきましょう。皆さん、ついにやってきましたよ、ルームツアーでございます。長らくお待たせいたしました。本当に約ね、1年ぐらいかかったんじゃないですかね。ずっとね、早くやりたいな、早くやりたいなっていう風に言ってきたんだけども、なんだかんだでね、結構時間かかっちゃったんですよね。で、今回は30万人記念ということで、ついにモンスターズジョン TV チャンネル登録が30万人になったということで、このタイミングで、まあ、このルームツアーをやっていこうかなと。って言っても、少しこれまたタイミングずれちゃったんだけどもね。で、その理由っていうのが後ほどちょっとお見せしますけども、あ、こういうことね、だからちょっと遅れたのねっていうのが、まあ、みんなにもわかるんじゃないかなと思います。ということで、まずはこの久しぶりの場所でね、もともと僕はここで考察動画を撮っていたので、ここからルームツアー始めていきたいなと思います。と言っても、この部屋を今から全部紹介するのではなくて、別のところからスタートしていきます。ということで、因果ざらしでワープしていきましょう。因果ざらし、はい、ということで、やってきました。まずは入り口でございます。これ扉になるわけでございますけども、ここからモンスタージョンハウス始まっております。このままこんな感じで、よいしょーって行くと、あら、マミさんがいる。そしてこっちへ行くと、あはは、サンジ君、ウソップンからのゾリ先輩、さらに奥にはこれ、ルフィ君、ということは、ベーンと入り口からこんな感じになっております。てか、めちゃくちゃ声反響するね。どうですか、こんな感じで僕は入り口に手配書をやっております。こんな感じでよいしょって見ていくと、ここにもいるんですね。いかがでしょうか、こんな感じで入り口からモンスタージョンハウス始まっているわけでございます。僕ね、ここだけでも結構テンション上がるんですよね。っていうか、これこうやって見ていくと、これポスターになるんだけども、これ全部ねラッピングしてるんですよ。なんかポスターをそのまま貼っちゃうと、もうなんか剥がしたら終わりじゃないですか。だから基本的にはラッピングして、で貼っていくみたいなね。そうしたら場合によって、まあ、これ剥がしたいねと思っても剥がせるっていうね。そしてこのまま入っていくと、こんな感じでこちらにもまるで配書がありますね。見ていくと、ローさん、そして我らがエース君でございます。引きで見ていくと、こちらこんな感じでございますね。チョパーヤンにロビン先輩、フランキーに、ここを見ていくとジンベイさん、そしてブルックがいるわけでございます。さあ、ということで、ここを通るとモンスタージョンハウス本格的になってきますよ。さあ、ということで、開けていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、やってきました。普段ここからね、動画をお送りしてるわけでございますけども、こちらがまあリビング兼撮影場所って言えばいいのかな。そんな感じでやっております。で、こっちを見ていくとキッチンがあるんだけども、まずキッチンを見ていきましょう。はい、こちらが我が家のキッチンでございます。まあこんな感じでね、料理するにはもってこいのスペースがあるんだけども、まだねいい感じに活かせてないんだよね。それこそ料理動画とかでもっとここをフル稼働させたいんですよ。そのためにこの冷蔵庫だったりとか、このオーブンを用意してるんですね。で、色合いもこれオーブンと合わせて、まあ、ちょっとグラデーションかかってるようなね、黒と赤をまあイメージして、これはゲットしております。こんな感じで、まあ、これがねキッチンになるわけでございます。近日でまた料理動画とかもやりたいななんて考えてるんで、もしも誰か YouTuber の方で料理できるぞっていう方いたら連絡ください。一緒に何か料理を作りましょう。そして、こちらがソファーになるわけでございますけども、お犬様もおりますね。テッドくん、テッド、トトト、こんにちは。テッドくん、うえへへへ。あ、えらい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 。おー、えらい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 。お座り。あー、えらいえらい。お手、あーはは、えらい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 。よしよしよし。あとで、おやつあげますからね。はい、テッドくん、テッドくん。かわいいですなー。もうね、テッドくんいるとね、マジでね、たまらんのですよ。かわいいですなーって、どど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 。
ということでですね、こちらが、まあ、ソファーになるわけでございます。こんな感じでクッション真ん中に1個あって、このワンピースですね。そして左にルフィ君、そして奥にはトラファルガーローさんがいるというね。これの面白いところはこうやってよいしょって変えると、はい、トラファルガーローさんで、こっちにするとルフィ君ということでね、こんな感じで揃えております。でこれ奥に行くと、なんかあるぞなんかあるぞと思ったら、あれれれれれれ、充電器で見てみるとルフィ君の口から充電器が出ているというね、こんな感じの仕様にしております。そしてお隣でございますね、こちらがフィギュア棚で、フィギュア棚の上にまたいろいろとね、こんな感じで置いてるわけでございますけども、ざっくりとフィギュア棚を見ていきましょう。まあこれに関してはまた別で動画を出そうと思っているので、ざっくりとこんな感じでいろいろとフィギュアがいますよっていうことで、はい、こっちもこんな感じでございます。ちなみにもう一個フィギュア棚があるって話してたんですけども、この後そちらもお見せします。ということで、こうやって引きにしてみると、まあ全体図がわかるわけでございますけども、上にハンターハンター、右にデスノート、で真ん中にナルトがあったりとかでした。フィギュア棚は全部ワンピースからの、こんな感じで上にね、いろいろと置いてるわけでございますけども、謎にメタルスライム我が家に来ると経験値が高いということでこいつを捕まえると経験値めちゃくちゃ得られるんでね、我が家に来た方はね、ぜひともちょっとこいつを縛いてください。経験値めちゃくちゃ入りますはい、でこんな感じでね、まあ、悪魔の実がね、ドンドンドンってこう置いてあったりとか、そしてでございますよ、このサインでございます。そしてここにベポが持っているこの CD でございますよ。先日我が家にね、キメルさんが来てくれたんですよ。本当に嬉しくてね、キメルさん僕大好きで、子供の頃からそれこそ遊戯王の主題歌だったりとか、テニプリの主題歌とかをやられているんですよ。でこのオーバーラップ僕大好きなんですけども、今回のこちらのアルバムになんとオーバーラップがね、ニューバージョンで入っているということで、こんな感じで書いてくれてるんですよ。めちゃくちゃ嬉しくないですか。そしてサインもね、いただいたということで、カホにさせていただきます。もうこんな感じでここにね飾っております。そして横に行くとこちらでございます。約1年ぐらいてか、反射がすげえな。 Hey guys Hey guys いけるね約1年ぐらい、半年ぐらいかな、わかんない、そのぐらい待ちましたね。でこれは完全にこっちの不手際なんだけども、本来であれば10万人いったらそこでもらえる、僕がちょっとね不手際でゲットするの遅れましたでやっとこれが届いたということで、今ルームツアーをやっております。改めて本当に皆さん10万人いけて、そして今でございますよ、30万人までいけたっていうのは本当にみんなのおかげなので、心から感謝しております。本当にありがとうございます。そして今後ともよろしくお願いいたします。さらに横を見ていくとこんな感じでございますね。あれれれれれれ、このお化け上に乗っているね、これはバーソロミュークマかな可愛くなったバーソロミュークマ先輩でございます。上に乗せておりますね。ほら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 ということで、はい、続いて横に行きます。横に行くとクンフージュゴン、そしてラブーンでございます。だけどこれね、何がポイントかって、ここにメリーゴいるじゃないですか、小さいじゃないですか。で引きで撮ってみると、なんか周りめっちゃでかいじゃないですか。でここをメリーゴが渡ってるっていうのが、なんとなくこうワンピースの世界観っぽくないですか。周りのものがめちゃくちゃでかい、そして小さくここにメリーゴがいる、どっちかというとこれ応援してくれている、そして一緒に泳いでるみたいなね、めちゃくちゃ良くないですか。ちょっと個人的にね、こういったところで自分でやりながら感動してるっていうこれほんとワンピース大好きなんですよ。そして横に行くとね、こんな感じでロビン先輩がね、めちゃくちゃ可愛くないですか、このねセクシーなロビン先輩。そしてここに我らがエース君のね帽子でございます。そして横にはメラメラの実からの後ろでございますよ。これは本当にね激アツでございます。アスタ君の声優をやっている梶原ガクトさんが我が家に来てくれて、そして一緒にねコラボ動画を撮ったということで、恐縮ながらねこういった形でねサインをいただきました。俺本当にねブラクロ大好きで、ね、しかもハマったきっかけがアスタ君なんだよね。アスタ君の声めっちゃかっこいいと思ってハマったからね、もうこのコラボ本当にねめちゃくちゃ嬉しいです。今度はこちらから引きで撮ってみましょう。引きで撮ってみるとこんな感じでございます。ポスターが2つ手前にあって、そして鏡がございます。鏡を通ってみるとということでね、なんかいたような
うね。はい、こちらポスターがまだ2つあります。僕の大好きな映画、まずはタイムでございますね。タイム、そして、あ、横にもいたロジャーさんでございますよね。ここにね、ロジャー船長がいまして、さらにはこちらブラックラグーンでございます。僕ブラックラグーンも大好き、何回も見てるんですけども、レブイ先輩でございますよ。めちゃくちゃ良くないですか。このカラーがたまらないなと思いました。普段僕がツイッターに写真を上げるときはこんな感じですね。テッド君が奥にいて僕が手前にいるみたいなねこのソファーでこんな感じで2人でね、こうテレビ見たりとかしてるわけでございます。今度はあの奥の本棚も行ってみましょう。はい、ということでやってきました本棚でございますね。本棚っていうか、これは備え付けのものなんだけども、勝手に本棚にしております。で、こっちとこっちでね、まあいろいろと分けてるわけでございますけども、まずはこっちを見ていきましょう。はい、ということでまずはこちら左側から見ていきましょう。で、左上のところにはバウンサーっていうね、漫画がございます。そしてお隣にはブラッククローバーからのボルト、そしてワンパンマン、ワンパンいう感じで、ワンパンマンといえばここだよねそして横にはジャンプがありますね。さらに下に行くとこんな感じで、ハンターハンターからのヤクネバ、そして鬼滅でございますね。鬼滅とヤクネバに関してはね、最近僕これ出会ってね、ほんと超ハマっているおすすめの漫画でございます。まあブラクロもね、言うて2月ぐらいに僕知ったから最近じゃ最近だね。ハンターハンターとかはもうずいぶん昔から、ワンパンマンもそうだし、結構前から見てるね。そして横に行くとこちらもジャンプですね。まあ基本的にはこの上から下に流れているような感じだね。そして横に行くとこんな感じでございます。こちらはもう全部ワンピースでございますね。ワンピースがずらーっとあって、で、細かいようなやつがこんな感じで、ブルーとかね、レッドとかいろいろとあったりとか、ノベルエースとかね、ワンピースマガジンとか、まあいろいろとあるわけでございます。で、奥ちょっと影になって見えないけども、少し、まあジャンプがあったりとか、あとは箱物がちょっとあったりとか、ビブルカードのまだ使ってないバインダーがあったりとかって感じだね。そして今度はこれまだ未公開でございますね。みんなまだ見たことないこの一面を見ていきましょう。まあ一部はヒロアカの撮影で使ってるのでわかると思いますけども、それ以降でございます。ということで見ていきましょう。ペンとやってきました。こちら僕がね、ヒロアカの撮影をしている場所、ここにテレビがあったりとかね。そして横でございます、こちらもう一つのフィギュア棚でございます。この後ちょっと詳しくね、見せていきたいなと思いますけども、こんな感じですね。そして上見ていくと、あー、あらら、いろいろとあるね。こちらから見ていくと、まあ少しわかりやすいかな。左上がヒロアカのポスター、そして真ん中にはジョジョでございますね。ジョジョはこれ3部でございますね。僕ね、ジョータロウも好きだし、そしてディオも好きなんですよ、ということでね、これを飾っていたりとか。そして今5月なのでね、こちらワンピースのカレンダーをこんな感じで置いております。近くで見るとこんな感じでございますね。めちゃくちゃかっこよくないですか。で、これが、まあ、どんどんね、5、6と、まあ、月があって、そして次に7、8と、7、8をちょっとめくっていくと、お、にゃー、にゃー、にゃー、かわいい子ちゃんたちがいっぱいでございます。こんな感じでございますね。こうやって、ここにはいろいろと、まあ、ポスターを飾っていると。そして、この下に行くと、あらら、石仮面がございますね。これね、使うとやばいですよ。これは本当にね、絶対かけちゃダメ。じゃないと、やばいことにはい、そして、横見ていきましょう。横、こちら、複製原画でございますよ。めちゃくちゃ立派じゃないですか。こちらでございますけども、先日、コヤッキーさんとね、コラボをしまして、30万人記念ということで、まあ、スペシャルコラボをね、やりましたけども、その時にコヤッキーさんからプレゼントでいただきました。改めてありがとうございます。こちらの複製原画をね、いただいた一番の理由はこれですウルージがいるのを探してプレゼントしてくれました。俺もう完全にウルージやんそしてここにはなんと暁のね、こういったポスターもございます。これらも全部よーく見ていくとちゃんとラッピングしてるんだよね。ラッピングしないとね、ちょっとね、心が痛むというこちらも全部、もうすべて必ずラッピングしております。そしてここは完全にヒロアカコーナーでございますね。こんな感じにしております。そしてこちらにも巨大ポスターと同じようにレヴィ先輩がおりますね。これは合わせております。
そしてこちらですね、もう一つのフィギュア棚でございます。ここに関してはワンピースのキャラクターもおりますけども、基本的にはワンピース以外でまあ揃えていこうかなっていうようなコンセプトでございます。上を見ていくと、まあナルト君とミナトさんがいて、そして右にカカシ先生からのハオでございますよ。僕ねシャーマンキング大好きなんですよ。そして下に行くと、はい来ました、オーグレイモンからのメタルガルルモンね。そして目の前にはメタビーがいるというね、からのヒロアカでございます。こんな感じで、そして下にははいワンピース、これねこっちから見るとなんかまるでベンベックマンがミホークを撃ってるみたいですけども、これちゃんと後ろ通してますからね後ろ通してるので、これはあのキザルさんに向けた銃口でございます。遠くから見るとこんな感じでございます。これねずっとみんなに見せたかったんですよね。実はここはワンピース以外のもので、まあ、結構いろいろとねこう揃えてるような感じになります。そしてここでございますけども、ここに関してはまあ電話台ですよね。電話台なんだけども、まあまあ横を見ていくとこんな感じで、ローさんからのルフィ君、そしてドフィ君ね、いろいろといるわけでございますけども、ここには近日で出るめちゃくちゃでかいルフィ君を飾ろうと思っております。確か50センチぐらいあるやつなんで、ここにこうでボンってあったらまあシンボル的な感じになっていいなーなんて思ったりとかね。あ、よく見ていくと、あらロビン先輩っていうね、こんな感じです。そしてこちらでございますよ。こちらは加湿器でございますね。これはリスナーさんの京介氏からねこれプレゼントいただきました。僕がっつり使ってますからね、本当にありがとうございます。そもそも基本的には全てが未公開になるわけでございますけども、ところどころで映してるものは映してるんですよ。キッチンに関してはまあクンさんと一緒にねこう料理動画を撮った時とか、ただまあこっちに関してはヒロアカのね動画撮ったりとかっていうので、まあ映してるわけでございますけども、もう一箇所は一切映してません。そこに行きましょう。はい、ということでやってきました。これはもう見て一発でわかりますよね。ジョジョののれんでございますよ。ゴブでございますね。これくぐると何があるんですかね。ちょっと気になりますよね。ということで行きましょう。レッツラゴー。ちょっとこうやってチラッと見ると、おーっといろいろとジョジョ祭り。あはー、ということで行きましょう。はい、こちら完全未公開でございますね。初でございます。こちらの部屋の紹介をするのは、これ思いっきりジョジョ祭りでございますよ。ちょくちょくね、僕ツイッターでこういったのをね、ゲットしましたよみたいなのね、載せたりするんだけども、そしてほら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 、裏切り者のレクイエムでございますよ。長谷川大輔さんの素晴らしい曲でございます。こちらね、歌ってみたり僕も出したんですけども、こんな感じで、リオ先輩のね、足元にこれあるわけでございます。ですよね、いい感じですよね。そして横にはこれも完全親子出来上がりでございますよね。チョルノチョバーナでございます。横にはディオ、素晴らしくないですか。まあ、横にもねまだこんな感じでねジョルノがいたりするわけでございますけども、引きで見てみるとこんな感じでいろいろといるわけでございます。そして上を見ていくとこんな感じ、暗殺チームがいたりとか、暗殺チームに関してはねみんなかっこいいなと思うんだけど、まあ僕はねリゾットが一番好きかな。まあメタリカっていうネーミングがまた良かったりとか、こういうものめっちゃ好きやったりとか、まあみんないいんだけどね、まあリゾットが一番好きかな。あーでもあーいやーどうでしょうね、めっちゃドアップになっていく彼、ミスターマンモーニーミスターマンモーニー俺結構好きなんだよね。まあ迷うな、みんな好きでもねちょっとね個人的には最近僕坊主にしまして、ホルマジオもねなんか自分と似てるなと思ったりとかジョンさんホルマジオ化するというということで、さらにこんな感じでね弾いていくわけでございますけども、どうですか、いい感じにねこう揃ってるわけでございますけども、ここでございますね、さっき紹介した暗殺チーム、そしてこちらは護衛チームでございますね。改めてこうやってね引きで見てみると、もう完全にジョジョ祭りでございますけども、ここからあれれれれ下になんかあるということで行ってみると、ベベンとさらにジョジョ祭りでございます。ここら辺にはフィギュアも入れておりますね。実はジョジョのフィギュアも意外と持っているというね。そして下に行くとこんな感じで、あらららら、ジョースケくんもいたりとか、そしてもっと下に行くと、おっと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 、未開封のフィギュアがまだあるね。こういったのもなんかね動画で紹介できたらなぁなんて思いますけどね。ちなみにこちら下はねポストカードになっております。いろいろとあってかっこいいよね。改めてここから上に行くと、わっふぅー、あらすっ
敵ミスターミスターはちげえかここは基本的にジョジョ部屋だったりとか、あとこっちに行くとお犬様のトイレがあったりとか、基本的にはここはまあ物置だったりとして使っているような感じでございますね。結構いい感じじゃないですか。ワンピース祭りからのいろんなものがあって、そしてジョジョ祭り、そして続いてはついにやってきましたジョンさんの禁断の部屋でございます。早速開けていきましょう。わーお、こんな感じでグリーンバッグがあって、椅子があってといろいろとあるわけでございますけども、早速入っていきましょう。最悪だ、なんだよこれ。見て、犬までびっくりして来てるけどさ、誰ここにさフロストのマット置いたの。ちょっと手とか危ない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 、ここにいると引っかかっちゃうよ。ちょっとなんだよこれ、マジひどくね。誰な、フロストこれ入ってきたうちに。マジふざけすぎなんだけど、うーん、くそー、やってくれたぜ本当に。まあこんなところに置くやつがあるかね。もうフロストマットふざけやがって、まさにフロストマットだね。もう俺だったらこういったさ、あの大体みんなクリアリングするときでこうやってよいしょで左側から行くからさ、ここら辺に俺置くんですよ。こんな正面に置いてさ、こんなところに置いて誰が踏むね。いきまっさい。俺かさあ、ということで改めて紹介していきましょう。こちらが私の部屋でございます。まず正面こちら行きましょう。ここに関してはまあ自在を置いてるわけでございますね。これは最近ゲットした照明でございます。そしてこちらでございますね。これは基本的に僕うちでレコーディングとかもしているので、まあそれに使うものでございますね。そして奥を見ていくと、あらら、こちらザキさんにいただいたマイクでございますね。こんな感じでフル稼働しております。基本的にはこんな感じでね、歌を取るわけでございますね。こうやっておにゃーずいってね。そしてブラクロの考察をやるときにね、僕が使っているこちらのローブからのこちら、ヒロアカの考察をやるときにオールマイトになれるというね、こちらのスーツがここにございます。せっかくなんでこのまま見ていくと、僕はこんな感じでね、メガネだったりとかグラサンをここに置いております。そしてこちらブラクロのね、帽子でございますからのミシカでございます。そして続いてはゴーホーロリゴーホーロリ帽子があるというね。俺結構ね、このミシカっていうブランドが大好きでね、あの普段から帽子はね、あのミシカをかぶってるわけでございますけども、あ、ゴーホーロリとこんなものが来たりとか、そしてさらにゴーホーロリがここに、あー、ゴーホーロリ全然ゴーホーじゃねえ隠れウルージが映ったところで続いていきましょう。続いてはこちらでございますね。ここでもこんな感じでね、楽って言えばいいのかな、楽はございますね。ここに僕の帽子をブワーって置いてるわけでございますけども、ほぼほぼこれミシカだね。一個まあモンスターがあるという感じでございますけども、ほぼほぼミシカでございます。はい、ということで続いてはこちらを見ていきましょう。こちらは僕の服を入れてるところでございますね。ここには進撃のコスチュームがあったりとか、やっぱここでもミシカ出てくるんだよね。俺ミシカ大好きなんですよ。他にねあんまブランドもで着てないんだけども、このブランド俺めっちゃ好きなんだよね。そしてはい、こちらワンピースでございますね。だいたいミシカとワンピースとかね、アニメ系の T シャツがメインになってるんじゃないかな。あー、これとかね、はい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 、悪魔の実のね、T シャツでございます。まあいろいろとこんな感じでね、あのギアセカンドがあったりとか、まあナルトくんがあったりとか、そしてまたはい、ルフィくん、そしてメラメラの実からの声はいつでもハリケーンということで、まあこんな感じでね、ミシカがあって、まあ、僕がね普段着ているような服があります。だいたい本当にねアニメの服か、まあミシカはこんな感じでね、いろいろとあるわけでございます。このまま棚をご紹介していくと、今度はここら辺ですね。ここら辺に関してはまあ機材だったりとかを入れているような感じでございます。そしてあらら、オーグレーモンの箱があったりとかね。そして上に行くとこちらでございます。僕がフィギュアを回しているターンテーブルでございますね。で、ここにハオ様がいたりとか、そしてウォーキングデッドの DVD からのこちら、ここにもいろいろと DVD があるわけでございますけども、大体アクションものか、なんかねこう人生のためになるようなものをね僕結構見たりするんだよね。うーん、それこそウルフオブウォールストリートとかね、ソーシャルネットワークとか、そういうの結構好きだったりするね。あとタイムももちろんあるし、アクションもので言えばバイオハザード全部あったりとか、トランスポーター、そしてワイルドスピードとかね、いろいろとあるわけでございます。そして上にもこんな感じでメタルガルモンがいたりとか、まあフィギュアのケースがあったりするわけでございますね。そしてあの黒いボックスでござ
ございますけども、こちらに関してはこんな感じでフィギュアを開けるとね、いろんなパーツがあるので、僕は袋に入れてこんな感じでしまっております。そしてここでございますね。ここに関しても棚が下まで続いているということで、これですよ、空気清浄機。こちらもね、京介氏からねプレゼントいただいたやつをねがっつり使ってますよ。ちなみにお犬様の部屋も同様に使っております。ということで今回は PC 周り見ていきましょう。というかまずこれ結構みんな気になるのがこちらでございます。ヒップマイでございますよ。なんでヒップマイあるのって結構驚くでしょう。なんでこのキャラクターがあるかわかりますか？それについてはまた近々。はい、ということで PC 周りはこんな感じになっております。これに関してはまずこのヘッドホンですね。ヘッドホンはこれ完全にレコーディング用です。でこのスピーカーとかもそうですね。レコーディングをやる上ではまあこういったねクリアに音が出るやつを用意していくっていうのがまあベストということで、まあこんな感じで揃えております。モニターに関してはこんな感じでギアフォースということで、ギアフォースを思いっきり揃えてる感じでございます。ここに関してはね、いろいろと細かいような機材があるわけでございますけども、はい、これですね。これもレコーディングに使うやつで、これに関してはゲームキャプチャーでございますね。アバーメディアがあって、そしてこちらミクさんね、ミクさんのミキサーっていう、結構これね、あの噛みそうになるんだけども、ヨミシからね、こちらプレゼントいただいたやつでございますね。僕こんな感じでやっぱ一人でここまで来てるわけじゃないんですよ。ほんとね、みんなに助けられてここまで来てるわけでございます。だからこそ僕ずっとこういうの大事にするし、みんなへの感謝の気持ちって俺は絶対忘れることはないです。改めてヨミシありがとうございます。大事に使わせていただいております。今度こっちを見ていくとこんな感じ。ここに関してはまあスピーカーだよね。スピーカーから音を出すのにこんな感じでこれを置いている。これはクワッドキャプチャーのミキサーでございますね。このスピーカーと、そしてこちらのスピーカーから音が出るのをね、ここで調整するみたいな感じです。ちなみに遠くから見るとこんな感じでございますけども、このモニターが一番画質とかは綺麗な感じですね。そしてここには香水がいろいろとあるわけでございますね。この香水もね、ニコロビン氏がプレゼントしてくれたりとかね、本当にありがとうございます。俺ほんとね、匂いにはうるさくて、こんな感じで香水が置いてあったりとかで、あと結構部屋にね、消臭剤的なものも結構置いてたりとか、俺ほんとね、匂いにうるさいんですよ。で、こうやって後ろを見ていくと、あれなんかあるじゃんって言うんだけど、はい、こんな感じで消臭剤がございます。これ消臭剤っていうのがよくわかんないけど、なんかね、あのこういったピンク系紫系のやつっていい匂いが大体するんでね、僕こういうのをねこんなところにも置いている。とにかくね、いい匂いがしないと俺ダメなんですよ。そしてこちらでございますね。ここに関してはまあこんな感じで、マウスは、レーザーを使っているとデスアダーでございますね。これ結構効きがいいんですよ。でパッドもレーザー。ちなみにここをよいしょってやっていくと、こちらも全くもって同じレーザーのデスアダーでも、こっちの方が新しいかな。ここのクリックがついてる感じでございますね。でこれもレーザーでございます。基本はレーザーで揃える感じで、キーボードも最近ゲットしたこちらレーザーからの、こちらのキーボードもレーザー。これに関してはパルトメンでございますね。パルトメンがプレゼントしてくれたやつでございますね。本当にありがとうございます。ちなみにここでございますけども、これを横にやってで、でもちょっとこんな感じでずらすと、あらららら、隠れウルージ。いろんなところにウルージさんがいるわけでございます。そしてここに関してはこんな感じで配所があって、で、上には、まあ、麦わらの一味のね、旗があるわけでございます。さらに、上に行くと、ここに関してはこうやって、まあ、アクセサリーとかを飾っているわけでございますね。で、僕がいつもやっている、このウルージさんの数珠的なやつ、本当はこれエースクートだからね。エースくんのこんな感じを分解して使ってるわけでございます。そしてこちら実は新しい PC を買っていて、もうめちゃくちゃピカピカだよね。ケースもこれはレーザーの使っておりますね。もうレーザー祭りでございます。これね、部屋暗くするとすごいですよ。はい、いかがでしょうか。すごくないですか。思いっきり虹色でね、とんでもないことになってるわけでございます。こうやってここから見ても結構おしゃれな感じになってますよね。やっぱレーザーが光るんでいい感じなんですよ。そしてはモニターがバーって一気にね、ギアフォースで揃うと、これたまんないですよ。ロマンでございます。この PC に関しては別のタイミングでご紹介していきたいなと思いますけども、これ自作 PC なんですよ。で僕さすがにね、これ作れないんですよ。ナッシュ先生がね、作ってくれたわけでございますよ。ナッシュ先生はモンスタージョン TV のもうサウンドっていうところではもう全部担当してくれる方でございますね。なのでこちらで基本的に僕とナッシュ先生が一緒に音楽の仕事とかをしてるわけでございます。ちなみにこちらの椅子もね、実はプレゼントをいただいておりまして、ザキさんでございますね。本当にありがとうございます。今もね、大事に使っておりますけども、これ下を見ていくとこんな感じで床が傷つかないようにシートをしてたりとかで、こっちもこんな感じでマットをしている。でこれっていうのはね、ちょっと音のね、まあ、振動的なものを抑えてくれるような役目があるわけでございますね。やっぱレコーディング
やる上でね、基本的にこの家でも防音とかしっかりしてるんだけども、まあできる限りはね、いろいろやっていこうかなって感じです。さらにここに行くとダンベルでございます。これね、マジバカ重いからね、基本的にこれでまあシャドウやったりとか筋トレしてるわけでございます。ちなみにこちら玄関にこんな感じで靴置いておりますけども、大体僕はもうすぐに出れるようにこんな感じで並べております。まずはまあどっか近くに出るとき用でサンダル、もう大体ね9割方サンダルです。でたまに外出てまあちょっとおめかししようかなと思うと、こちらの真ん中の靴でございますね。そしてさらにこちらの左の靴でございますね。これはねめちゃくちゃ重いです。ニューロックってやつでマジでめちゃくちゃ重い。まあなんかちょっとおめかしして出ようかなって思った時の上位版、大体これを履いていく感じだね。でもこの2つが最近活躍することはほぼなくて、大体これです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はこんな感じでねルームツアーをやっていきました。この後ね部屋を今一度ターンしているような映像を入れていきたいなと思いますけども、普段僕はここでまあこんな感じで動画を撮ったりとか、そしてあっちの部屋でレコーディングだったりとか、そして考察をまとめたりとかね、いろいろ作業をしているわけでございます。さっきちょくちょく出てきましたけど、本当に僕はここまで来たのって一人じゃないんですよ。やっぱみんないてこそのこうやってまあ30万人っていうところまでまあ来れたわけでございますけども、この感謝の気持ちっていうのはどこまで行っても僕は忘れません。そもそも僕っていうのは YouTube を始めた時から、それこそ何百人とかじゃあ1000人とかっていう時から今と全く変わってないんですよ。やっぱ YouTube やっていいってなんかこういう風になってしまったら、もうその時点でその人間ってのはダメなんですよ。あくまで自分がやっていることっていうのは仲間ありきのことだっていうことを忘れちゃダメだからこそ、僕は絶対に忘れない、だからこそ感謝の宴でございますよ。こちらしっかりと考えておりますからね、良きタイミングでこちらとんでもないやつをやっていきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしててください。すでに次の感謝の宴ちょっと考えてますからね、みんなで一緒に集まってそこでワイワイやりましょう。フィギュアナに関してはまた別のタイミングでね、細かく全部ご紹介していきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしててください。ということで最後になりますけども、ぜひとも皆さんこの動画がっつりとグッドボタン押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もうね目指せ1000いいね、2000いいねも3000いいねも、どこまでもがっつり押してくれたら本当に嬉しいです。ちなみに僕ツイッターもやっております。僕のツイッターもぜひともフォローしてくれたら嬉しいです。その際にねジョンさんフォローしますよって一言言ってくれたら僕もフォロー返しますからね、ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。改めて今回ここまで動画をご視聴いただきありがとうございます。今後ともモンスタージョン TV よろしくお願いいたします。僕らは一緒に今30万人まで来て、そして40万50万100万一緒に達成しましょう。そして一緒になんか面白いことやりましょう。それでは最後になりますがじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーインガザーラシということでグーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。